My dad introduced me to jazz at a very young age, and I promised him, if I came to Tokyo, I'll pop into a jazz bar. はい、石崎雅也です。直立エンジン、ジャズバーの直立エンジンというお店をやっています。これが店の名前になった直立エンジンですね。チャールズ・ミンガス。このタイトルをの、日本語名が直立エンジンです。この人、僕はそんなにこの店やるまでは好きではなかったんですけども、こんな店始めちゃったんで仕方なくミンガス聞いてみたら、やっぱりああいいなって、思いました。店自体は45年前に、できたんですが、前のマスターが4年半ほど前に、まあ、年で辞められるということで、それでその時から僕はこの店を引き継がしてもらいました。その時ちょうど僕は仕事をしてなくて、友達がここの常連だったんですけども、それでこの店を引き継いでやる人を探してる、だから、やってみないっていう話をもらって、じゃあやってみようかなという感じです。ジェリー・マリガン、ナイトライズ、バリトンサックスの人なんですけど、誰が一番好きと言われたらこの人を選ぶことが多いですね。そもそも昔、まあ、60年代70年代は、オーディオもレコードも今よりもだいぶ高かったですから、その頃の若いお客さんはコーヒー一杯で何枚のアルバムを聴けるかとかっていう、本当に聴きに来てたと思うんですけど、今はもうネットでほとんどただ同然でも聴けるじゃないですか。なので聴くというよりは、まあ昔ほどそんな真剣に聞くぞっていうスタンスでは今はないんじゃないのかなと思いますけど、ベタですけどもビル・エヴァンス、結局、ジャズ聴いてるといろいろと難しいのも聞くようになると思うんですけど、結局ビル・エヴァンス聴いてればもうそれでいいんじゃないのかなっていう気がします。